情報のネットワーク化が進む現代、浜松市も積極的に情報化に取り組んでいます。すでに稼働している総合窓口システムをはじめ、教育、文化、保健、福祉、行政情報など生活に密着した情報を提供し、さまざまなメディアを活用した施設のネットワークシステムを着々と整備しています。その中で平成8年4月、浜松市では新たに公共施設の予約システムを導入、利用が始まっています。現在、浜松市内には気軽に利用できるテニスコートなどのスポーツ施設が21カ所あります。またミーティングや各種教室などに利用できる文化施設は46カ所あり、多くの市民に親しまれています。この予約システムは、こうした市内のスポーツ施設や文化施設、公民館など54施設を情報ネットワークで結び、最寄りの施設や自宅から空いている施設の問い合わせ、予約の申し込みなどが簡単にできるようになっています。それでは利用方法をご紹介しましょう。まず最初に利用したい施設で、申請書に必要事項を書いて提出します。すると渡されるのがこの U カード。提出していただいた申請書の内容が登録番号とともに記録されています。そのため一度登録すれば、カードの番号を伝えるだけで施設の予約が電話一本でできるようになるんですね。施設の使用料は口座振替で自動的に支払われるシステムがご利用できます。利用者登録と合わせて口座振替の手続きをお勧めします。各施設の窓口にある口座振替依頼書に必要事項を記入して金融機関に提出してください。なお、利用できる金融機関はご覧の通りです。複数の施設を利用される場合は、それぞれの施設で利用者登録の手続きが必要になります。ただし、最初に渡されたこちらの U カードはどの施設でも共通で使用しますので、他の施設に登録するときでも忘れずにご持参ください。 U カードで利用できるサービスは大きく分けて3つあります。第1は施設の空き状況の問い合わせ、第2が予約の申し込みや確認など予約に関するもの、第3が抽選倍率の確認や抽選の申し込み、抽選結果の確認といった抽選に関するものです。それでは電話による予約方法をご紹介しましょう。まずは予約センター 451-1000 番をコールします。こちらは浜松市スポーツ文化施設予約受付センターです。サービスコードをダイヤルしてください。ここで予約申し込みのサービスコード1をダイヤルします。予約を受けたまわります。施設コードを5桁どうぞ。次に利用する施設の施設コード5桁をダイヤルします。登録者番号7桁どうぞ。Uカードの下7桁の数字をダイヤルします。暗証番号4桁どうぞ。口座振替依頼書に記入した暗証番号4桁をダイヤルします。ご利用の月日をどうぞ。利用したい月日4桁をダイヤルします。ただし月または日が1桁の場合は01、02といったように頭に0をつけてください。ご利用の時間コードをどうぞ。利用したい時間の時間コード1桁をダイヤルします。
予約をする場合は3をダイヤルしてください。予約したいので3をダイヤルします。予約を受け付けました。料金は650円です。このように音声ガイドに従って操作すればプッシュ式電話はもちろんダイヤル式電話でも簡単に利用できます。電話予約システムは利用する施設や利用方法により操作方法が多少異なりますが、誰でも気軽に利用できます。音声メッセージに従って操作するだけなので簡単です。では続いてこちらの公民館で U カードを使ってみましょう。こんにちは。こんにちは。3月10日の午後1時からアイミティ浜松のテニスコートを予約したいんですが、空いてますか？はい、少々お待ちください。カードをお預かりいたします。空いておりますが、予約されますか？はい、お願いします。はい、かしこまりました。これで予約が完了しました。 U カードを使った施設の予約はたったこれだけ。同じように抽選の必要な施設は抽選の申し込みができます。なお、利用方法がわからない場合は、各施設の窓口に置いてある利用案内のパンフレットをご参照ください。このシステムは、市内54カ所の施設で利用できます。その他、市で運営しているキャンプ場の空き状況などもチェックできますので、ぜひご利用ください。なお、教育文化会館のホールなど、施設によっては、複雑な予約受付が必要になるため、直接受付を行う施設もあります。また、事務所の置かれていない一部のスポーツ施設の予約は、四ツ池公園内にある公園管理事務所や、花川運動公園、上公園総合センター、浜松市体育館と浜松市役所別館の市体育協会で登録を受け付けます。なお、詳しくは、各施設の窓口でご確認ください。いかがでしたか？ U カードの便利さはお分かりいただけましたでしょうか？続いてもう一つ、こうしたネットワーク技術が活かされた新しいシステムをご紹介しましょう。図書検索システムは平成8年に浜松市内8カ所の図書館に導入されました。このシステムを使えば、誰でも簡単に市内の図書館にある蔵書の中から目的に合った本を探すことができます。ではこちらの図書検索システムを利用してみましょう。タイトルに宮沢賢治という言葉が使われている本を探してみたいと思います。まず、署名検索を選びます。本の題名の欄に宮沢賢治と入力して実行を押します。宮沢賢治に関する本の一覧が表示されました。ではこの本を見てみましょう。探していた本の詳しいデータが表示されました。本のタイトルや作者、そしてどの図書館に置いてあるか分かりますね。もし借りたい本がその図書館にない場合でも、予約カードに署名などを記入すれば取り寄せてもらうこともできます。ちなみに早ければ1日ぐらいで予約した図書館に届くそうです。本の題名が分かっているときは署名検索、本を書いた人の名前が分かっている場合は、著者名検索で検索します。そして、もう少し幅広く検索したい場合は、キーワード検索を利用します。
こちらからはタイトルや著者、内容など指定したキーワードに関連する本すべてが検索できます。ところで、この県名検索と分類検索というのはどのようなものなんでしょうか？県名というのは本の内容を表すキーワードのようなものです。図書館では道書にあらかじめ決められた県名と分類番号を分類しております。窓口でご相談いただければお探しの本の内容に合った県名や分類番号をお教えしますので、お気軽にご相談ください。本の内容からも検索ができるんですね。どの検索でも操作はほぼ同様。まず検索画面を表示、条件を入力し実行キーを押します。条件に当てはまる本の一覧が表示されますので、その中から調べたい本を選択してください。図書館には数多くの雑誌が置かれていることはご存知ですよね。実は雑誌検索を使えば、他の本と同じように雑誌の名前や特集記事から調べることができるんです。雑誌の最新号は館内でご覧いただけます。またバックナンバーの貸し出しも行っています。お目当ての本がどこの図書館に置いてあるかすぐ分かるっていうのはありがたいですよね。これも市内の図書館がネットワークで結ばれているからなんです。専門書なども探しやすくて本当に利用しやすくなりました。浜松市内にある図書館は松代町の中央図書館をはじめ、恵比塚2丁目の南図書館、青い東1丁目の北図書館、小安町の東図書館、西岩町の西図書館、富岡町の城北図書館、関市町の関市図書館、下江町の南洋図書館、平成9年4月には小沢渡町に家臣図書館がオープン。以上の図書館で図書検索サービスが利用できます。詳しくは各図書館のカウンターにてお尋ねください。ネットワーク技術によって生まれたスポーツ文化施設予約システムと図書検索システム、公共施設の利用がまた簡単便利になりました。手軽に利用できるみんなの施設、皆さんもどうぞお気軽にご利用ください。